年によって年間さ、何粒の大豆を消費するんだろう。納豆めっちゃ食べるんでしょ。2万。え、納豆今でもめっちゃ食べるの。1日1つだ。そんな食べるの。マジで言ってんの。あれね、外食してる時以外、夜にいつも食ってるから。さすがに寝てないでしょ。3日に1回くらいしてるの。いや、俺割と毎日食う。毎日食ってんの。外食以外で。外食の時はさすがに食わないで。外食覗いたら今日とか食わないんだけど。え、だってさ、昼飯だけ外で食べてくる時は納豆どうするの。だから夜飯を家で食べる時。納豆巻きあるぞ。いや、別にいいよ。必ず納豆食べるの、夜は。夜も1回飽きないよ。いや、まあ別に。もうそれ納豆が主食じゃん。何がライスどこ行った？納豆だけの食えんだっけ？納豆だけの食おうと思う。あれ、おかずでご飯食った場合、納豆だけの食えんだよ。まあ、いける。それ実際そういう機会ってあんの？納豆出されてさ、納豆食べる機会なかったなって、納豆だけ食べる機会。あ、でもそれはなかなかない。なかなかない。まずないと思う。何や、パックで出てくるの？その皿に盛られて出てくるの？パック出してくるの？出されてくるの？出されてくるの？出してくるのか？出してくるの？それな。それな。開けた状態でもうパッと納豆を。え、で、どうするの？また納豆かとか思わないし。もうそう思わない。洗脳されてんじゃん。納豆に洗脳されたんだけどさ、水飲むときってさ、あ、また水かと思わない。あ、水だなと思ったんですよ。納豆ちぎ、納豆ちぎじゃん。その感覚じゃないと思う。その感覚だもん。納豆か。で、仮にさ、給食でさ、牛乳出てたじゃん。あれいつでもまた牛乳かってなるでしょ。もうさ、納豆をさ、自然体のもんだと思う。空気みたいなもんに感じて。やばいな。ええ、20番台でチェックお願いします。割とそのもん。おっ。こうはなりたくねえ。ひどっ。ちょっとなりたくなくない？それは。なんで俺そんな言わなきゃ。だってよく考えてみる、自分で1日1個納豆だよ。って思うよね。キャベツのサラダだったらまだいいけどさ、漬物とかさ。漬物は まだやばい。1個いるよ。まあ、ちっちゃいから。ちっちゃい。納豆だよ、納豆。納豆こうじゃん。こうじゃん。別によくない？結局こうから、納豆こうじゃん。わかる。サイズ感ちゃうやん。もうここはもうダメだ。残念ながらね、これは多分ね、実際こっち側がね、正義だから。正義もあともねえよ、これ。多分ね、いずれに多分ね、こうなると思うから。うるせえ。別にやめていいんだよ、別にいいよ。だお前は食う分にはいいんだけど。やめてほしくて、俺もうやめよ。いや、いいよ。別にさ、やめてもらってても続けやめるか続けるかってさ、どっちにもさ、理はないからさ、俺に。だろうね。いや、なんか、ボロクソ言われたからさ。え、やめてほしかったもん、それ。いや、やめた方がいい。いや、別にいいんだけど、価値観的に合わない。いや、もう別にいいよ。俺はそうしてるだけ。思ったんだけどさ、そんだけ食うのってさ、茨城県民じゃん。あ、おかしいもん。チーズも入ってないか。いとこもに謝れよ、マジで。謝るって言われた。俺、真似したいさ、謝れば。お前、やめた差し上げろよ。ピンポイントだぞ。今のがツボって言うんだぞ。なんか差し込んだな、お前穴に。ちょうどさ、カズヤさ、腕毛の中からさ、ピンポイって射抜かれたぐらいやべえよ。ほらほら、やばい。お前、口に入れたんだぞ。面白い話できない。ツボると思うの？え？ツボると思うの？ほのかな納豆の仕返しやがって。納豆の仕返し。お前、止まんないかって。引かれるやん。やりすぎたら、あとね、大声で叫んじゃう。悪党だな。やってるから。もう一回やりよう。悪なんてねえ。もう無責任、無責任じゃねえか。落ち着いた、落ち着いた。お前さ、お前落ち着かせるのやめることだから。分かった、やっぱり。
いや、もう分かった。お前さ、危ねえ、マジで。入れた瞬間にお前が笑わせるだろ。でも間違いなくさ、途中からさ、こいつは一回じゃねえんだろ。そんな続くわけないじゃん。お前が言うときなくて、おいとくすんだからよ。本日も、大変多くのお客様にご来店いただいております。お食事、ちょっとプラスタそばからさ、あげる水見さ、どこ持ってるよ。お客様にお食事いただきますよ。ご利用お願い申し上げます。本日も、おまぐし大宮楽店にご来店いただきまして、本当にありがとうございます。すげえ、すげえだけしか言ってる。一回呼吸できなくなったからね。積もってる後ろ見てます。だって涙目一瞬回って戻ってた。涙出そうになってひょって戻ったから。やべえな、頭さ。このまま飲み込んだら俺死ぬんじゃねえかと思って。あ、よく出せれたなと思った。あのバカな。あ、しんどかった。持久戦だったな。